こんなに美味しそうなお肉をなんと自宅で楽しむことができるんです。郡山市八ツ山田にあるジンギスカン誠郡山店、全国から仕入れた新鮮で柔らかい羊肉を食べられるほか、桂尾村さんの羊肉も味わえると人気のお店です。コロナ禍でこちらのお店では去年4月29日の羊肉の日から羊肉のテイクアウトを始めました。いわゆる一般的な牛豚鶏じゃなくて、ヘルシーだし免疫力も高めるし、美味しい羊を皆さんにちょっとでも食べてもらいたいっていう気持ちはすごくありました。反応は良かったです。めちゃめちゃ美味しいって言ってもらえます。電話などで注文するとお店では羊肉を切って真空パックに、新鮮な羊肉をテイクアウトできるんです。続いては来ました、羊肉テイクアウトのお客様が、嬉しいですね。その他にも羊肉を使った料理もテイクアウトできます。ハンバーグ使っている油も羊の油ということで、まさに羊尽くしなんです。ということでテイクアウトしました。羊のお肉を使った料理の数々、そして生肉のテイクアウト、さらにはなんとジンギスカン鍋もテイクアウトできちゃうんです。すごいですよね。ジンギスカン鍋の貸し出しも行っていて、洗わずに返却できる嬉しいサービスもありますよ。本格的。早速お家でジンギスカンです。お腹空いてきた。すごい本格的すぎて楽しいです。お野菜もいい感じ。奥脇さんどうですか。いやもうこれたまらないです ね、 ね、香りかけたい。いただきます。めちゃくちゃ幸せですね、これは。タレもちょっと甘いんですけど、そのタレがまた良くて、臭みも全くないですし、美味しいです。料理のテイクアウトはこちら、ハンバーグや餃子、チャーハンに麻婆豆腐など、使われているお肉はもちろん全てが羊肉。私が気になったハンバーグをいただきました。どんな味。羊のお肉の香りがふわっと鼻から抜ける程度で、本当にジューシーさが全面に出ています。やっぱりこのジンギスカン鍋で食べてもらうのが一番美味しいと思いますので、柔らかいし臭みもないし、めちゃくちゃ美味しい羊なので、いろんな幅広い方たちにその羊を分かってもらいたいなって思ってます。